東方幕僚幹部報道発表資料のツイートをご紹介。令和3年6月25日、東方幕僚幹部、ロシア機の日本海における飛行について、ロシアS-25攻撃機1機、行動概要はご覧の箇所になります。自衛隊の対応、戦闘機を緊急発進させるとして対応しました。ロシア海軍艦艇の動向について6月16日、水曜日午後10時ごろ、海上自衛隊は、対馬の南西、約 250km の海域を北東進する、ロシア海軍ウダロイ19駆逐艦1隻及び、ネフテガス急行用エイフニ1隻の合計2隻を確認した。その後、これらの艦艇が、対馬海峡を北上し、日本海へ向けて航行したことを確認した。防衛省、自衛隊は、海上自衛隊、第3ミサイル艇隊所属、白鷹、佐世保及び、第1航空軍所属、P-1、ハノヤにより、所要の情報収集、警戒監視を、行った。6月18日金曜日午前11時ごろ、海上自衛隊は、宗谷岬の西北西約 150km の海域において、同海域を東進するロシア海軍ブリシャ、5級小型フリゲート2隻及び、ソニア級沿岸掃海艇2隻の合計4隻を確認した。その後、これらの艦艇が宗谷海峡を東進したことを確認した。防衛省、自衛隊は、海上自衛隊、第1ミサイル艇隊所属、我が鷹、余市及び第2航空軍所属、P-3C、八戸により、所要の情報収集、警戒監視を、行った。以上、ご感想コメント、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。